はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はバイオハザード2のリメイク版やっていきたいと思います。 4K 動画となってますんでね、高画質をお楽しみください。さあ、前回確かこの辺でなんかリストを見たりいろいろしましたね。研究所に入ったってとこだったね、確か。マップはこんな感じね。入れる部屋がある。入れる。うわー、不気味。トイレと飯どころか。トイレはいけない。あー、なるほどね。あー、もう中見えるな。中いるな、ゾンビ。倒してっか。さあ、捜索していかないとね。怖い怖い。あそこに立ってるし、待機してるし。あら、一発？うわー、大きそうなやつらいっぱい。うわうわうわ、怖い。おー、敵だ。さあ、来い。よし、あと一発か。おい、なんかめっちゃ声すんだけど、あれは動いてるけど、なんかこの辺いるだろ、声するもん、めっちゃ。あー、なんか共食いみたいになってますけど大丈夫ですか。やられたやつも起き上がるんか。何それ、その不思議な、怪奇現象。怖い怖い、なんだ今の現象は。最新の成果学研究に基づいてバランスの取れたメニューをご提供します。まだ起きてくる。健康的で美味しい食事を。あそこにもいるわ。全然今お食事の話とかするんじゃないよ、完全に。あー、怖え。こいつだけか起きてんのは。あー、不気味。よし、倒した。あ、まだ倒れない。オッケー。あー、起き上がってきた。あー、しぶといですね。ほい、まだか。てか手前のやつがなんか動いてるような感じなんだけど、大丈夫かな。あれ、ナイフが出てこなかったと思ったら。よし、装備してちょっと確認。起きるなよ。起きてこないな。大丈夫だな。さあ、アイテム。あそこになんかあるな。あ、ここにもある。弾結構使っちゃったからね。なんかいろいろアイテムあるなら回収していこう。よし、起きてこない。さあ、あっちか。なんかはしごあるな。そこから上がれるって感じか。あれ、でもここにあるアイテムどうやって取るんだろう。あることになってるな。あれ、ガンパウダーがある。あ、これがガンパウダーってことね。燃料、燃料。あ、こんなところに燃料。あー、火炎放射器のやつか。なるほどね。ほんで大体ないかな。こっちも何もないね。よし、行ってみるか。上に上がります。うわー、来てはならないような場所に来てしまったぞ。屋根裏みたいな感じ、配管みたいなのがいっぱいある。いやー、不気味。なんか降りたらいるんじゃないの。大丈夫かな。大丈夫だった。で、ガンパウダー。あれ、なんか一気にアイテム増えたなぁ。こんなことならもうちょっと置いてくればよかったか。よし、あ、リロードできた。さあ、この不気味な場所、何があるんだろうね。待って、コンバットナイフがある。よし、行ってみるか。ちょっと待って待って、そういう出待ちはやめよう。マジ驚いた。いないよな。
起きてくるんじゃないかお前。大丈夫だ。ここは開かない。ロックされた場所があって、あ、でもなんか最初の部屋に戻るためのショートカットっぽいね。これでルート割ってるっぽいな。なんだここ、なんか仮眠室っぽい感じ。ショットガンリロードしとこう。これは怪しい部屋だ。え、何これ。え、レギュレーター、化学燃料火炎放射器のカスタムパーツつけるか。こついな。何かしら性能上がったんでしょう。何が変わった今ので。火炎放射の時間を伸ばす。あ、いいですね。これはなんだろう、なんか入れなきゃいけないんだろうな。でもリストタグじゃないだろうし、関係ないよね別に今。ちょっとまだなのかな。アイテム持ってるけど、電子部品。こいつは使えそうだ。どっかで使えるのかな。ここなわけないか。違うな。この電子部品ってなんだろう。アップグレードチップ、一般職員。あー、わかったわかった。これあれだ、リストタグと組み合わせればいいんだろう。お、やっぱり、一般職員だった。今、ゲストだったのが一般職員になりましたね。さて、これなら、ここ通れるとかかな。さっきの部屋もう、忘れ物ないね。さあ、戻っていく感じだね。あ、さっき来た部屋を戻る感じか。よかった。特に問題なく、一つ目のルートは問題なかったですね。さあ、またロビー戻ってきて、ちょっと一旦。カートライト部長がお呼びです。イーストエリアへお越しください。イーストエリア？あ、そうか。今のこの職員の名前か。リーさんっていう人の多分カードを使ってっから呼ばれたんだな。ちょっと待ってね。なんかないかな。コンバットナイフ1個いらないでしょ。他にはどうだろうな。先行手榴弾いいか。回復薬も1個あれば大丈夫でしょ。あんまり何個も持ってるとなんか邪魔になりそう。んで、こんな感じでいいかな。ガンパウダーも今いらないでしょ。うん、こんな感じだな。よし、一旦セーブ。よし、早速やっていこう。セーブ回数よく多くないですかってくるんですけど、なんか、まあ一応何回やったかっていうと27回目です、今ので。ここは？ショットガンの弾。ありがたいな。特に他はない感じかな。なんかいかにも研究者のお部屋って感じですね。あ、地図だ。よしよしよし、いいぞ。地図ゲット。ここ、大丈夫なのかな？これな、血だらけで、この地は一体どこへ向かっていったのか。やっぱ、この先に向かってしまってるんだろうね、きっと。あまり行きたくないけどね。なんかすごい場所に来たぞ。何ここ、なんか映画みたいな。これ大丈夫だろうな。あ、なんかアイテムある。特殊部隊のレコーダー。アルファチームからゴーストへ。対象がウエストエリアへ移動。 G サンプルと抗ウイルス剤を回収する模様。ゴーストを了解した。ポイント W3 で待機する。そっちも向かってくれ。アルファ、対象が現れた。保管庫を開けるぞ。あ、G ウイルスを確認、途中する。バーキン博士、我々と来てもらいたい。G ウイルスはウエストエリアか。よし。よし、とりあえずウエストエリアに向かえばいいんだね。でもなんかイーストエリアどうのお越しくださいとか言われてたな。なんか行かなきゃいけないのかな。とりあえずちょっと、
アイテム1個。あれ？あ、今拾ったやつは、あ、そうか。貴重品扱いか。いいや、なら、そのまま行こう。したら、ここでいいのかな？やっぱ上級職員みたいな形になるとこんなの使えるんだね。おお、すごい場所だな。まさか警察署のね、初日出勤した絵、まさかね、何時間後かはわかんないけど、作品中の中の時間は、こんな状況になるなんて誰も思わないでしょうね。さあ、ここか？入れない。イーストエリアが向こう。ウェストエリアがあっちか。ジーウィルスは上級職員権限が必要です。今大丈夫でしょ、上級職員は。あれ、ダメ？あ、一般職員か。そうか、まだ一般だった。これは、あー、こういう風になるってことは、あ、まだジーウィルスがある方はいけないんだ。じゃあ先にこのイーストエリアって方を先に行って、おそらくあの上級を手に入れて、あそこ解放してウエストエリアに進んでいくんだね。怖い、不気味、不気味。なに、何が待ってんのこれ。が？ハーブかと思ったら、ただの植物でした。何もいない。グリーンハーブなんだこれ。あ、またセーブポイントとかある。ありがたいな。こんなに早くいろいろ。あ、ガンパウダーも。どうしようかな。ガンパウダー。台もあるしな。どうしよう。組み合わせて普通の弾作っとく？それとも、後々のこと考えて、ショットガンにし、迷うな。一旦残しとくか。弾30、40発ぐらいあるしね。うん。40発超えてるし、大丈夫でしょう。ちょっとじゃあまたセーブ。さあ、それではやっていきましょう。方向的にはどっちだ？二つルートがあるね。こっちと向こう。どっちが？なんか変なものがあったんで、こっちから。開かない開かねえよ。なんか変なものあるんだけど、あれなーに？これ大丈夫なんだろうな。あ、なになになに、なんかも、一体何があったんだ。ほんと何があったのこれ。なんかもう叩きつけられたみたいな。どうなってんのこれ。なんか植物みたいになってるような感じだね。何があればあんな恐ろしいことになるのか。とりあえず行くか。アクセスには上級職員権限が必要です。あー、上級職員じゃないと見られないってことか。で、この先があるんだね。うわわわわ、大丈夫なのこれ。火炎放射器にしよっか。ちょっと変なのいるんだけどよ。そこいるんだろう、これ。これゾンビだろ。倒せんのかな。いや、燃やすか。なんか雰囲気的に燃やした方が良さそう。効いてんのかなこれ。一応燃えてるな。すげえ苦しんでる。倒せてんのかなこれ。おお、炎上した。倒した。まあそんな弾数いらない感じ。強化火薬、一瞬ここかなと思ったけど違った、奥だった。すごい、燃えろ燃えろ。しかし、なんでゾンビが植物みたいになってんの。めっちゃ苦しんでる。倒れてくれ。よーし。多分倒しといた方がいいでしょ、きっと。無視すればいいっていう人も多いんだろうけど。
なんだここは。先行手榴弾。変なパスワードがあるな。なんだろう、まあ、こんなん適当に押しちゃってダメだよね。そりゃなんか今いる現在地がのなんか黄色の矢印みたいなのついてるあれかな。ここ入れることでなんか赤いロックがかかってるところに行けるよみたいな、そんな感じ。これはなんだこれ。薬液を散布します。散布してるけど大丈夫なのこれ。なんかわからないまま押したのが悪い結果になりそうな。散布装置用カートリッジ、とりあえずこれ持っていけばいいのか。しかしアイテム多いな。大丈夫かな。なんかちょっと心配になってきたからちょっとアイテム預けてくる。はい、それではね、一旦ちょっと戻ってきて、いらないアイテムちょっと預けてきましたんでね、一応これで多分大丈夫でしょう。わー、植物園みたい。すごい。でもなんか今赤色のハーブが見えたから、きっとこれハーブでしょう。ハーブだ。早速回復アイテム。ここはいけるのかな。あ、入れた。何ここ。あー、これなんかさっきのパスワードっぽいね。なんか挟むみたいなやつに棒みたいなのあって、あと2つ消えてるね。ヒントがどっかにあるんだろうね。あ、枯らすためのやつだ。あー、外側の外側っていうか外にあったなんか植物か、成長速度が驚異的であり、万一の事態が起きた場合は制御は困難である。とりあえずじゃあそれを入れるためのカートリッジってことか。ちょっと待ってくれ。あれ大丈夫なんだろうな。ちょっとこれ生きてんじゃねえか。ちょっとでかくねこの人。アイテムあるってことは違うか。わ、なんか手榴弾いっぱいになってきたぞ。ボス戦が近いとかじゃないだろうな。他なんもないかここは。あ、でもまだなんかあることになってるな。あるある、ガンパウダー大。こんだけか。まだなんかあるけど、それは多分ここでしょうね。ここ開けろってことだろうし、多分ないはず。見た感じはないね。よし、とりあえずまだルートはあるから順番に回ってみよう。不気味だな。はい。うわー、びっくりした。お前降りてくんの。燃えろ燃えろ。あれ奥からもう一体。よっしゃ。なんか銃あんまり効かない感じがあるんだよな、見た感じ。燃えてないけどどうだ。多分この真っ黒焦げにならないと多分倒せないと思うけど。燃えろ。いいね。これは、あ、これが一つ目のパスワードかなんかかな。うーん、ちょっと忘れそうだな。なんか俺ちょっと記憶力が最近落ちてるような気がするんで、こういう時はスマホのカメラを使いましょう。ちょっと待ってくださいね。カメラを使って撮っておきましょう。少しお待ちを。よし、これで OK。 これで万が一の時も忘れてしまったとしても大丈夫。よし、行こう。特に覚えずにギャラリーに入ってるやつを後で見ればいいんだから。あれは向こうか。どうしようかな、パスワード先に入れてくるか。どうなるのかちょっと確認したいな。パスワードこれですね。はい、早速ギャラリーの方を確認していきましょう。このやマークと二重線みたいな縦線と挟んで、でまた
これだね。で、決定。はい、エンター。オッケー。なんか開いた。ほんで、一箇所目オッケーってことか。で、今開いたのがどこ？これか。だから、こっち行けばいいのか。ここってことか。ちょっと他も回ってみるか。特に何もなさそうだね。もう何もいなさそうだから行ってみよう。よし。さあ降りてるけど何がある？ああまたなんか暗いとこに来たな。いやーちょっとこういうとこは苦手だぞ。向こうに扉。じゃあこの角っこにはだいたいアイテムがある。あーイーストエリアの地図で、ガンパウダー台組み合わせしとくか。どうしようかな。しておこう。たまに買いといた方が多分いい。よし。ハンドガンこんだけあれば、いざという時は撃ちまくれる。これは今、降りてきたとこだね。で、右にルートがあったな。ファー、不気味。あー、最悪。こっちは、サーバールームか。掃除の道具が置いてあって、入れません。わ、すげえ不気味なんですけど。うわー、ゾンビめっちゃ転がってる。どうしよう。手榴弾装備して、やっちゃう？いけるかな？どの辺狙えば。倒したかな、これ。倒れたっぽい。実はみんな起きてくることはなかった、ひょっとして。ここまでやったのはオーバーキル。どうなんだろう。とりあえずナイフにして、あれもしかして今のやりすぎた。うわー、なんか大変なことになっちゃったな。あ、またこれだ。まさかこれ使うわけじゃないしな。何なんだろうこの。これも大丈夫だろうな。とりあえず大丈夫。あ、怪しい。何この置物。めっちゃ怪しいんですけど。何この置物。すげえキラキラしてるし。あ、何これ。あー、もう一個入れる場所か。おー、確か消えてたもんね。消えてたやつの、残りの後半が見えるようになってる。これは置物あるから、写真で撮る必要もないね。これ以上持てない。あ、ハーブか。グリーンハーブなら組み合わせしとこう。うわー、まだなんか先あんのかな？ここ二つか。待ち伏せとかないだろうな。はい！あ、リッカ！まずいです。リッカと、あ、ちょっと待って。一家に行きはダメ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 。行って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 、ちょっと待ってちょっと待って。あ、ちょっとやめましょう、そういうのは。でででででで、やめろ。これやっぱどっちが行ったよ先に。あ、まずい、これまずい。ほら、ナイフは持ってるんだ。倒れた。ほらよ、怖え。せっかくハーブ作ったのに。いきなり使う羽目になったわ。リッカー2機ダメだってばよ。こんなところで。こんな狭い場所で。しかもロックされてて逃げられなかったのか。あ、こっち逃げりゃ逃げれたのかな。行けたってわけね。とりあえず先行こう。もうセーブポイントあっていいんだけどな、今日は。もうセーブここまでに3回ぐらいやってるけど。
か今落としたような気がしたんだけど、気のせい。おう。ああ、いる。この野郎。弾いっぱいあるからな。相手してやるぞ。ほら、存分に鉛玉くれてやる。あ、ちょっとこれはオーバーキルだな。装備変えて、ナイフなら。よし、オッケー。他アイテムはなし。大丈夫。いない。あーっと、たたいたい。びっくりさせるなよ、お前。狙いにくいな。ちょっとこのままダウンしてくれ。このままナイフで倒れた。よし、起きてくるんじゃないぞ。この上はあいつどっかこの辺から落ちてきたってことか。あー、いるいるいる。あー、外した。この野郎。くぅ、外すかよ。倒れろ。弾いっぱいあるからな。存分にくれてやるぞ。よし、オッケー。ふぅ、こんで調べ物ができる。強化火薬があって、ここは。ハンドガンの弾。お、ハンドガンの弾結構あるな。信号変調器。これ、さっきの場所とかで使えるってことかな。誰かが残したメモ。みんな、果実になった彼らは蘇る。何度でも。燃やせ。彼らの全身が黒い炭になるまで。それ以外に方法はない。あの、植物ゾンビのことかな。さあ、これで、あとは、戻るだけか？ここ開くのかな？開いたわ。あー、ここに戻ってこれるんだね。あ、割となんか、ちょうど霧のいいとこなんで、今日ここまでにしようかな。ちょっと早いんですけど、まあ、また近日中にやりますんで、まあ次回ね、ちょっとこれ使う場所と、このもう一個暗号を入れていくやつかな、を進めてやっていきたいと思います。ハンドガンちょっと入れとこう。強化火薬もまあ、入れとくか、一旦。はい、というわけでね、また次回、こっからやっていきたいと思います。それでは今日のぐらいにしたいと思います。皆さん、おやすみなさい。